村沢青子は TBS ラジオ編成局制作センター所属のラジオプロデューサー。京都大学文学部卒業。京都大学文学部で日本史を専攻。当初は大学院へ行くつもりだったが、女性向きの環境ではないという情報を得て、マスコミを受け TBS テレビ入社。ドキュメンタリー番組制作を希望して報道枠で入社したが、 ラジオ番組はに配属された。彼女はそれまでラジオを聞いたことがなかった。記者研究を経て森本武郎スタンバイに配属。ここで森本武郎からリスナーは何を聞きたいのかと考える癖と言葉の伝え方の工夫を学んだ。ついで荒川協計でキャッチの立ち上げに参加。1999年から バトルトークラジオアクセスに途中参加。デイキャッチのプロデューサーを経て、病の親の看病のために編成に移動し、同社初の介護休暇を取得。休暇明けに現場に戻ってきた村沢に昼のワイド番組の制作の命が下り、アクセスで知り合った小島慶子をパーソナリティにした小島慶子キラキラを立ち上げた。現在、ライムスター。 歌丸のウィークエンドシャッフルを担当している。ありがとうございます。